あ、スズメッチがスイング改造中、はい、え、毎年やるわけじゃないでしょ。毎年やるんですか。でも改善していきます、ね、そうなんだ。だってトップ選手でさえスイング改造してる、うん、あ、毎年シーズンオフで、うん、わけですよ。なんかちょっとでもよく、ちょっとでもよく、うん、スイングってやっぱ人間だし、変わってくるものもある。体の調子とかそれに合わせてちょっと変えてくる、うんうん、その時はそのスイングがベストだったかもしれないけど、来年はまたちょっと体が変わってとかでも変わってくるんで、うん、変えていく必要はありますね。なるほど。スズメッチは今どの辺を変えてるんですか。私は結構変えちゃってるんですけど、全体的に変える。あのインパクトですごい腰をこう開いて、あのなんて言ったらいいんですかね、あんまり先行しすぎてこう体から外れちゃうのを、うん、したいなと思って。私は今多分こうなんですけど、振り遅れちゃってる。ちょっと自分の言葉になっちゃうんですけど、うん、結構ボールでインパクトするイメージだったのを手前でスマイルインパクト。ああ、でもなんかそんな感じはするかも。音はそんな感じがする。なんか前までこうバチってこうボールとフェースが合ってる音だったけど、今なんかこう加速したタイミングでボスって当たってる感じがする。あ、でもそれはなんとなくその感覚が本当に最初全く分からなくて、自分が逆に思ってて、本当にこうこうやってとか、なんか気持ち近いっていうか、カットみたいな、でもまっすぐは行ってたんですけど、そうって思ったら結構手がそうやってやっちゃうから曲がっちゃうんですけど、飛距離は伸びたね。飛距離だけは。じゃあ今のが慣れてくれば飛距離が良くなる感じの改造ね。伸びたまま方向性を持ってやってます。よいしょ、ありがとうございます。うん、飛んでる。ちょっと振り遅れてる。大丈夫。あ、なんかパート道の左行った。ありがとうございます。タイミングが難しそうなスイングなんですけど、慣れるまでだね。本当に今までのスイングだったらどんなタイミングでも多分出たなぁ、下ろしてきてもとりあえずまっすぐ行く、多分スイングだったと思うんですけど、めちゃくちゃ難しいですが、それはもうコーチ直せって言われたの。飛距離が190、200でずっとって、思えなかったんですけど、自分でテストを受けたことに、リオちゃんとか今めっちゃ出てるらしい、ウッドで打ってるじゃないですか、をやっぱり買いたくてと思ってやり始めて。なるほどね。うん、飛ばなくても強い選手っているよね。そう、この間一緒に回ったのももちゃんとかもまっすぐしか行かない。そう、飛ばないけどもう曲がらないっていう強みがあって、ユーティリティも上手いから、もう私は飛ばないんで、まあ、曲がりませんみたいな徹底してもよかったんじゃない。そういうわけはない、やっぱ飛ばしたい。でもその時は曲がると思ってなかったんですよ、そもそも。そう、もうなんか曲がるなんてない。でもやっぱ飛ばしたリスクがあるよね。なんかあれですね、リアルな。いや、まあ、やっぱり飛距離取りたくなっちゃうよね。揺らぐよ多分。私からしてみたら曲がらないの方が理想的だから、もう飛ばなくてもいいから曲がりたくないの。じゃあゆるちゃん200でゴルフしてください。もう1回ゴルフしてください。全然アイアンだけでゴルフしたことある。本当に。あのドライバーがもう本当に曲がってしょうがない時、4番アイアンだけで4番200やった。ドライバーを抜いてったもん。でもさ、基本飛ぶから他の下の番手もさ、まあまあ、からでまあそれが欲しいので始めたけど、やっぱ本末転倒になっちゃいけんですね、多分。いや、こっからですよ。ちゃんと身につければいいんですよ。これだ。すごい。はい。7番ウッドで150ヤードします。
115ヤードのピッキングウェッジで行きます。ありがとうございます。ね、マフェきついね。マフェきついですよ。うん、うん、抜けが悪い。18ヤード18度で、ね、うん、ね、ね、ちょっと行った、うん、グリーンが読めるとこと読めないところが、切れると思ってね、私もだいたいほとんどのやつさ切れると思ったんだよ、うん、最後そろって、私もうちょっと横だったから、私のはさすがに切れるだろうって思って、全然切れない、うん、難しいね、うん、逆バウンスバックしちゃった。じゃあもう一回やる、もう一回、もう一回バウンスバックしよう。10番ヤンでいきます。持って打ちます。同じとこだね。あーなんかくっついた。近い近い。まあまだ対決じゃないからね、仲良くね、仲良くパターンをやる。どう？なあ、なんか止まってよかった。すごい重いね。うん、うん、なんか一筋だね、惜しいね、うん、うん、うん、なんだろう、いろいろ変え、グリップいろいろ変えてる。そうなんです。今、うん、一周でも変えるんですか。変えるよ。そう。それ一周でも変える。なかなかしっくりこない。今は。今は試合じゃないから、いろいろ変える。でも試合中でも、本当にいろいろ変える。だって、それで入んないんだったらさ、うん、ずっとやってたら、なんで入んないってやってても意味ないじゃん。確かに。変えてみないと。そうだよね。同じ感じでやってたら、ずっと合わないもんね。そしたらそっか、握り方ちょっと変えるだけで、あと同じだったら。そうそう。なるほどね。変えます。私はこうやって最初こうちょっと間開けて握る握り方と、もうくっつける、全くもうくっつける握り方と普通の握り方で、今はこっちの方が合ってたから、これで入る時もあるんですよ。うん。これで入る時もあるんで、これで入る時はこのまま打つんですけど。今日ちょっとこれ重たいグリーンだと対応しきれない。なんか早いグリーンの時はこっちの方が立ち合うんですけど、今日グリーンが重たいんで、まあ、普通にこっちで行ったかな。なるほどね。朝これで当てたらよかったんで、普
さっき普通にいつも通りやったら、あ、ダメだ。グリーンによって変えるかも。うん、ロングパットとかは普通に握れた方がいいです。変えます。ありがとうございます。はい。確かに7番アイアンでいきます。はい、うん、あ、ちょっと池でした。リノちゃんはちょっとギリギリ赤ティー超えちゃって4打目。はい、おお、近いんじゃないですか。ナイスです。やばす、カボキ流れた。うん、すごい。あー、まあ、はい、入らなくもないけど、パターのグリップさっき変えたから。よし、頑張ろう。そうですね、パターは今調整中です。これはあと75ヤードでちょっと池に入ってしまったんですけど、14でいきます。いいと思う。失礼です。ナイスパー。ありがとうございます。でもグリップ変えてよかったかも。私はもともとのと違う、一番最初はもともとこれにグリップしてた。これで入んなくなったからこれに変えて、これでも入んなくなったからこれに変えて、また今元に戻す。またこうなる。ナイスです。ありがとう。はい、ほらお疲れ様です。まあ、とりあえず前半終了で、パターグリップ変えたから兆しが見えてきた。あ、よかった。じゃあ打ててるし、まあなんかバーディー取ったくらい嬉しい。実際でもバーディー、バーディーみたいですよね。はい、じゃあまあここまでが前半のラウンドで、はい、後半は対決で、はい、ご飯食べよう。あ、どうなるかっていう感じで。お腹すいた。ご飯食べて頑張りましょう。はい、ありがとうございます。します。